次に足立康史君。足立君、日本維新の会の足立康史でございます。今日ですね、所信質疑ということでございますので、自衛隊員の殉職者に係る国家追悼のあり方、日本学術会議、コロナ、それからマイナンバーをはじめとするデジタル、この4点についてご質問させていただきます。私も入管法をやってた頃から、もっと前から、マイナンバーが日本の経済社会行政を変える、こう思いで、国会の中でも最多の取り上げ回数、マイナンバーで検索するとですね、私の名前ばっかり出てきます。ようやく日の目を浴びる形になってですね、大変、喜んでいるところでございますが、一つ心配しているのは、かつて私が高市総務大臣と総務委員会でこの話をしました。当時マイナンバー担当大臣は高市大臣だったんです。今は平井大臣です。で、私が高市さんにご質問したらですね、銀行口座の、すべての銀行口座の紐付け義務化、私はそれをマイナンバーのフル活用と申し上げています。ここまでね、踏み込んでくださったんですよ。マイナンバーの活用につきましては、日本維新の会、で、早期からご提言もいただき、マイナンバーの活用、そしてマイナンバーカードのフル活用で、より便利にしていく、次の段階の改革というものも今視野に入っておりますので、そちらはかなり大きな話になります。各方で考えたいと思っております。もう昨日の衆院総務委員会で法改正に向けて大変強い意欲を示されました。可能でしたら全ての預貯金口座にこのマイナンバーを紐付けることができたら、多くの国民の皆様の負担軽減につながると思っております。すでに内閣官房、番号制度推進室に検討の指示を、いたしました。さすが高井さんって言ったらね、もう数日後にはやっぱり無理ですって言ってね、多分党で議論された、あるいは中で怒られたんだと思うんですよね。腰砕けになりました。これをやらなければマイナンバーやめた方がいいですよ。もうだってこれをやるためにマイナンバー作ったんだから。ぜひ平井大臣、全銀行口座の紐付け義務化やるとご答弁いただきたいと思います。委員とは超党派の議連でも随分議論をさせていただいておりますので、問題意識もすべて十分に理解した上で答弁させていただきたいと思います。国民の皆様が金融機関に有している預貯金口座へのマイナンバーの付番については、公正な社会保障給付や税負担の実現に資する観点から、平成27年の法改正により平成30年1月から開始されていて、いますが、預貯金者にマイナンバーの告知義務は課されておりません。で、同法の付則の検討規定により、政府は法の施行後3年を目途として、金融機関が預金者等から、または農水産業協同組合が、預金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の処置を講ずるものとされています。で、ちょうど令和3年の1月に施行後3年ということになります。で、私が進めるデジタル改革は、徹底的に国民に寄り添い、誰一人取り残さないものにしたいと考えておりまして、行政が行う視力調査や税務調査の実効性が高まり、より公平公正な社会保障制度や税制が担保されることも大事ではありますが、それだけではなくて、今回の制度見直しにあたっては、これから多くの人が直面する相続の手続きとか、誰もが直面する可能性がある災害時の預貯金の引き出しが簡単になり、金融機関の業務効率化や金融サービスの高度化を通じて、国民のご理解を得られるようにしたいというふうに考えています。で、当然不安の実効性を高めて、すべてのアクティブな口座への紐付けを目指すという点では、議員と全く同じ問題意識でありますが、議員ご指摘の預貯金口座に対するマイナンバーの紐付けの義務化といってもですね、
金融機関に預金者のマイナンバーの収集管理を義務付けるのか、または預金者に金融機関へのマイナンバーの提供を義務付けるのか、また預貯金口座へのマイナンバーの付番を目的を達成するために本当にこの義務付けというのが一番効果があるのかといった論点も含めて、まあ、幅広くその検討しています。で現行制度上特定口座などの証券口座については平成28年1月のマイナンバー制度開始時から3年間の経過措置のもと口座名義本人にマイナンバーの告知が義務付けられていたんですが付番が進まなかったことから今年の4月口座名義に本人からマイナンバーの提供がない場合であっても証券保管保振りですね、が、J リスからマイナンバーを取得した上で証券会社等に提供できるように制度改正を行った経緯があるようにこれ必ずしも義務化をすれば不安が進むのかという点も留意する必要があると思います。でこれはもう私エストニアの例もずっと参考にしてるんですが例えばマイナンバーの、向こうでいうところの ID カードの所持も最初は日本と同じように義務化してなかったで途中から義務化したんですけど罰則のない義務化っていうのが効果があるようでないんですねこれ実際はで やっぱり実質どのように振っていくかということと振ることによるメリットっていうものが一気に進むということになるのでこれはまあ総合的にまた委員の意見も十分に伺いながらまた、どうやればうまく振れるのかということについてまた検討させていただきたいと思っております。平井大臣とはですねもう3時間ぐらいかけて議論したいテーマではありますがぜひお願いをしたいことはねどうしても今の菅政権のデジタル政策一丁目一番地ということでございますがこうね手元からちょっとこうこれやるまあハンコやる、免許証やるそれはまあいいんですけどどんどんやっていただいたら政府与党自民党がですね公明党もいらっしゃいますが政府与党が一体どういう経済社会を作ろうとしているのかマイナンバーをフル活用するつもりがあるのかないのかいろんな検討課題あると思いますがその社会像が示されてないと思うんですね。それを早く示さなければさまざまな障害もある反対もある中で菅政権の一丁目一番地がしっかりとゴールに到達できることは私は難しいと思います。だからぜひ平井大臣のお力でこれから自民党が目指すデジタル社会ってのはどういう社会なんだいろいろねもう平先生含めていろいろ出されているのは分かりますがいいんです。イメージを3分で語ってほしいんですよ。それが国民にまだ伝わっていません。だからもうお聞きしませんというかお聞き したいんですが一言だけマイナンバーのフル活用いやいろいろ今おっしゃった丁寧にやらないといけないがマイナンバーのフル活用をやるんだと細かいことはいいですよ。その一言いただきたいと思います。いいでしょうか。要するに公平で公正で誰一人取り残さないというのはもうこれから目指す社会像とおそらく皆さん共通だと思います。で、まあ、マイナンバー制度というものはそのために作ったものですからその制度自体をもうこれから理解をしていただいて皆さんにその制度の本当の効果を早く届けたいとそのように思います。やっぱりフル活用とは言えないんですね。これ高市大臣が一回フル活用と言われて腰砕けになったんです。その時点で私はこれやっぱり自民党を倒さなあかんなと僭越ながら、まあ、小選挙区で負けてるようではそんなこと言えませんけどそう思いました。だから平井大臣がいやフル活用と言っていただければねやっぱりこれは支えなあかんなと野党ですけどねちょっとやっぱりフル活用って言わないとニュースにならないんですよ。ちょっとお願いします。今言っておりましたように質問者におもね、おもねって答弁しない方がいいよというアドバイスもいただきました国会答弁がちょっとなんていうかおもねりすぎてるんですよ。
国会で野党がカン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 やるとですね、やはり政府与党は、政府はとりあえずこの国会を乗り切りたいもんだから、分かりやすすぎる、分かりやすすぎるというのは正確には語弊がある、そういう答弁をねやっぱりしちゃうんですね。だからこそ私はかねがねこの8年懲罰動議を6回受けながらも国会の在り方に疑義を呈してきたのは、野党に気を使いすぎると政府与党は間違いますよと、しっかりとあるべき姿を自信を持って胸を張って言い続けていればそんなことにはならない。委員も言っておりましたように、質問者におもね、おもねって答弁しない方がいいよというアドバイスもいただきました。まあ、そういう意味ではもう目指す社会像は一緒だというふうに改めて思いました。以上、平井大臣との私の今日の質疑は私の乾杯ということで引き下がりたいと思います。